今回はももを叩くだけで代謝が上がる痩せパンチを紹介します。今回の動画の内容は実際にこちらの番組でやっていた内容をバージョンアップしてお届けします。今回の動画を行うことで太ももの筋肉が柔らぎ、足の疲れが取れ、太ももが細くなり、代謝が爆上がりします。座って一緒に叩きましょう。まずは軽く膝を曲げた状態でスマホ目の前に置きましょう。この状態で膝の少し下あたりをトントン叩きます。スタート。まずはですね、この膝の硬い部分をトントン叩いてみてください。もし膝曲げてる状態がね難しかったら伸ばしてもいいです。リズムよく叩いてもいいし、両手同時に叩いてもいいです。この骨をね叩くと代謝が上がるって言われてるんですね。本当にこんなのでね痩せるんかなって思うかもしれませんが、今回はねももの疲れはしっかり取れる内容ですので、むくみの改善とか筋肉太りの人とか、特にね、昔バスケ部バレー部だったよっていう女性とかは筋肉質な足になりやすいですから、今回の動画すっごいおすすめです。ゆっくりねやっていきましょう。あともう少しですよ。はい、OK です。次はですね、あぐらを組んだ状態で手で軽く押さえてください。今度は股関節をちょっとね外側にひねっていきます。これもね、反対の足は膝上に乗せてますから、この骨をね刺激することができて代謝が上がるって言われてますね。この股関節はですね、ほとんどの方が O 脚 X 脚、骨が内側にね、股関節が内側に向いてしまってますから、広げる運動っていうのがね足を細くするためには必須になってきます。ゆっくりねやっていきましょう。自分のペースでいいですからね、もし痛い辛い時はちょっと休憩してメニューを1個飛ばしても結構です。で次は反対足で同じようにやっていきましょう。リラックスしてやってくださいね。基本的にはですね、体って必ず少し歪んでます。ですのでこっちはいけるけどこっちはむずいなとか、片っぽは普通だけど反対ちょっと痛いなとか、そういったことがね必ずありますが、両方同じようにしていくとですね、歪みが取れて両方均等になってきますから、片っぽだけね多くやるっていうよりも両方同じようにねやってみてください。今回の動画をね毎日続けていくとね、下半身太りすっきりしてきますからね。ゆっくりいきましょうね。はい、 OK です。で今度はもう一度足を反対にしてもらって、内ももをね叩いていきます。内ももをトン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 していきましょう。自分のペースでいいですからね、ちょっといろんな角度からね。これ実はこうやってトントンしてる間に足の疲れとかむくみが取れるのはもちろんですけども、二の腕も鍛えられてすっきりしてくるんです。上腕三頭筋がねこうやって鍛えられてますから、二の腕痩せにも効果的ですからね。なかなかねこうマッサージとかね揉むとかっていうのが多いと思うんですけど、実はこういうタップってすごいね効果的なんですね。よくマッサージ感とかありますよね。タップがね意外といいんですよ。はい、じゃあ反対も同じようにいきましょう。反対足にしたらトン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 しましょうね。結構ね腕も疲れるかもしれませんけど、こういう長く使う筋肉っていうのは太くなりにくい筋肉ですから、二の腕を細くしたい人でもねおすすめ。かつ結構こうやってね小刻みな運動ですから、体幹も意外と鍛えられるんですね。だから楽なようで楽じゃなくて、こんなので痩せるのって思うような意外な運動でね、意外とねエネルギー使いますからね。今回の動画はなかなかいいと思いますよ、今回の動画。よっしゃ、もう叩いて、
ですよ。よし、OK。で、今度は足をね、外側にこうやって倒します。これで外ももをね、叩いていきます。どん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 いきましょう。やっぱりこの太ももってですね、デスクワークの人はもちろん、立ち仕事の人も。で、あまりね、動かない。寝っ転がったままのね、一日を過ごした時とか。使ってないと血流が悪かったり。逆に使いすぎてたり。意外とね、ももってね、いつも疲れてるんですね。なので、必ずね、ダラダラしても、使いすぎても、使ってなくても、このようにね、ストレッチ、マッサージ、これ叩く、必要です。叩くのもね、結構慣れてきますよね。OK。よし、反対も同じように行きましょう。こっちか。太もも。いろんな位置をね、叩いてください。このね、叩くことで筋肉が緩んで、ストレッチ効果も上がります。でね、関節がね、硬い人、股関節硬いよっていう人もね、叩きながらするとね、結構いろんな筋肉が緩んでくれますから、股関節ね、回したりとか、そういう運動してる人も、こういう運動がね、すごい大事です。まだね、この YouTube ではね、こういう叩く動画、今回初ですから、皆さんね、出会えた皆さん、ラッキーです。揉むとかね、伸ばす動画はあると思いますが、叩く動画はあんまりないんですよね、実はね。効果的なんですけどね。よーし、OK。じゃあ今度は足の裏合わせてね、内ももを叩いていきます。ちょっと押さえながらね、下に。下に押さえながら。ここが硬い人はね、こうなっちゃいますからね、股関節がね、内旋してしまって、反り腰の原因になりますから、しっかりこれがね、開く人の方がいいですよ。どん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 叩いてください。内転筋ってね、意外と重要視されてないんですけども、一般的にはね、大腿四頭筋とか、ももの上とかね、注目されますけども、内転筋ってね、すごい大事なんですね。ここが弱ることで、やっぱり、歪みが起きやすい。衰えやすい筋肉ですからね、ここはね。よーし。OK。じゃあ今度は楽にね、足組んでもらって、ふくらはぎを叩いていきます。内側のふくらはぎですね。小刻みにね、どん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 どーんと。まあ、揉むのもね、揉むのもまあまあいいんですけども、揉むのってね、ちょっと力加減がむずいし、当たる点がちっちゃいんで痛いんですよね。やっぱりこのね、大きな点でこうやって当てる方が、大きく筋肉がね、緩みますよ。叩いていきましょうね。これ慣れるとね、腕があんまり疲れなくなってきますから、こういう感じで、ね、結構太鼓叩いてる人とかね、腕細いんですよね、実はね。鍛えられて太くなりそうですけどもね、実は細くって。この運動実はね、腕にもすごい。OK。じゃ今度反対足もね、トントンしましょう。だいぶふくらはぎなんか緩みましたよね、今のでね。よし、反対いきますよ。はい。トン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 していきましょう。こうやっぱりね、運動でもなく、マッサージでもなく、こういう、リズムよくね、トン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 するのってね、こう意外と慣れると、気持ちがいい運動なんですよ。なんでかっていうと、一定のリズムを、こうやって保とうとしているから。リズムを取る運動っていうのはね、結構気分転換になりますからね。なんかボケーっとね、テレビでも見ながらね、一応動画つけてね、タートルも見ながら、こうやって、やるとね、意外とね、こう、リラックスしてくるんですね。よーし。はい、OK。で、今度はね、外もも。外のふくらはぎ。ちょっとやりにくいけど、外側もね、張りやすいからね。こういう変な体勢でやってることによって、意外とウエストこれ効いてるんですよ。ここお肉ある人結構きついでしょ、これ。鏡にくいでしょ、これ。
あとはね、こう膝がね痛い人はちょっと無理しないようにしてくださいね。膝が痛い人はもうこんな感じでもいいんで、こんな感じでも。ただ両手でやる方がリズムが取りやすい。こんな感じでね、どんどんどん、まあ、やりやすいね。やり方いいですよ。もしね、マッサージガンとか持ってる人はこの動画見ながらね、こうやってブブブブブブってやってもいいと思います。よっしゃ、はい、じゃあ反対もいきましょう。外側ですね、このすね横、意外とね、このすねの横の筋肉ってね、ここ発達しやすいんですよ。なのでふくらはぎが太い人はね、ここがねボコッとしてる、この筋肉をね、緩めていきましょう。まあ、これどんどん押したら、意外とマンションだったら下にね響く可能性もあるんで、布団とかベッドの上でねゆっくりするのがいいと思いますね。まあ、ソファーの上とかね、どんどん押してみてください。いやー、ドラムが上手くなりそうですね、これだったらね。どん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 リズムが上手くなって、あーしちゃって、で今度はね使った手をね叩いていきます。ここの筋肉結構使ったんで、ここをね楽に座って楽にね腕を力抜いて叩いてください。あとはここもね結構ね、デスクワークの人とか子育て中の人、あとはカバンね重たいの持つ人とか、ここの筋肉使ってますから叩きましょう。ここと、まあここですね、この2箇所、ここを緩めたらもう終わりですからね。やっぱりね、運動して痩せるぞ、運動して体変えたいっていうことも大事ですけども、それ以上にねケアが大事ですからね。やっぱり頑張りすぎたら支障が後から必ずきますからね、プラスマイナスですから。 OK、 じゃあ今度反対ですね。だいぶどうですか、重いですよね、腕がね、こうやったら力が抜けてる証拠ですからね。よっしゃ、でも軽く感じるのもいいんですけど、やっぱり筋肉って疲れが取れなきゃいけないので、一回重く感じてね、次の日軽くなるとか、ああいった方がいいですね。よくね温泉行ったりすると、あとお風呂から使ってね出ると体だるいですよね。疲れを出した方が取れますからね。なので体がだるいのが悪いわけでは実はないんですね。この筋肉、疲れを取ったら終わりますからね。あと少しですよ。よーし、はーい、 OK です。足の疲れの取れ具合よかったらコメントで教えてください。やった日はコメントでね、自分が習慣にできるように絵文字や日付自由にコメントください。一緒に頑張りましょう。ちょっと待って、現在期間限定で説明欄から LINE 公式を追加すると、悩み別動画20本、筋トレ習慣マスター講座13カリキュラム、反り腰解消美脚講座18カリキュラム、2ヶ月でマイナス8キロ痩せた方法、運動の原理原則の教科書、部位別1週間プログラム、この全てをプレゼントしています。説明欄のリンクをチェック。もう1本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画、どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。